あ、イクさんどうもこの度は昇給の方ね、給料の見直しの方、本当におめでとうございます。これは何がおめでとうかっていうと、イクさんが要求をしたってことですよね。要求というよりもね、労働者の権利をちゃんと使ったってことなんですよ。そうなんですよね。給料とか待遇ってのはどちらかというと、ね、経営者の権利でもあるんですけども、労働者の権利でもあるんですよ。で、多くの労働者の方が自分の権利をね、甘く見てるというか軽く見てるんですよ。で、よく分かってなかったり自信がなかったりするわけなんですよね。例えば最低時給の件が今回出てましたけども、最低時給を要求したら、もしかしたらね、自分が不利な状況に追い込まれるんではないかっていうふうに本気で思ってるとしたら、自分の力がそれほどないっていうふうに考えてるってことなんですよ。きちんと自分は会社に貢献している、そして最低賃金をくれって言ってるわけですよね。最低賃金をくださいっていうことすら入れないってことは、最低以下の人間だと自分のことをね、評価してるってことになりますんで、きちんとした権利をね、使っていただきたいと思います。本当にですね、会社の方が気づいてなかったっていうことも本当にありますし、気づいていたんだけども言うまで黙っていようってこともあり得るんですよ。で、自分がどんな会社に勤めているのかってこともこういう時に分かります。あ、本当に気づいてなかった、申し訳ないねっていうのか、それともね、いやいや、これ最低賃金っていうのはあるけど、建前で、あなたはこのお給料で気に入らないんだったらやめてもらっていいですよってことは、やめた方がいいってことですよね。本当に正直な会社で正直な活動をしてればいいんですよ。だからね、インチキっていうかね、その経営者の権利を行使して無理やり従業員を使うようなところに自分が勤め続けるってことは、その経営者がいるってことを認めてるってことになるんですよ。だから要するに、ブラック企業がいてもいいですよってことを労働者が担保してしまってるってことですよね。だからこの辺はしっかりと主張すればいいことだと思います。で、気に入らない会社にはね、もう行かないってことがいいと思います。行かないと会社っていうのは従業員さんがいなくなったら困るんで、必ず待遇上げてきます。特にこれから人が減るわけですから、新規の従業員さん募集しても来ないんですよ、なかなか。待遇を上げるしかないんですよ。で、新入社員の待遇を上げると、既存の社員さんの待遇がそれ以下になってしまうってこと、このバランスがありますんで、既存の社員さんの給料もね、上げざるを得ないんですよ。ということで、これからは会社の利益をね、マイナスにしない限りは、きちんと従業員さんはその自分の権利をね、しっかりと主張するというのが求められていると思いますね。まあ、本当におめでとうございます。これからもね、皆さんね、一子さんのことを参考に自分の立場を強化していただきたいと思います。もちろん自分の主張するときは謙虚に、攻撃的にならず、そして自分がそれほどの人間であるってことをきちんとね、全うしてほしいと思います。義務をきちんと遂行するから権利が主張できますからね。遅刻が多い、サボりが多いっていう人は当然ですけども、最低時給すら要求する勇気が出ないんですよ。それでも言っていいですからね。それでも最低賃金はもらってください。それは最低賃金なわけですから、別にね、不当に高い給料くれって言ってるわけじゃないんですよ。だから法律とか条例があるってことは、その法律や条例に従業員さんも守らせるって必要がね、ありますからね。まあ、建前といえばサービス残業っていう建前はいきなり切り崩せないんで、これはね、サービス残業しないためにどういうふうなことをすればいいのかってことを、従業員さんもきちんと考えて提案するっていう形の交渉をした方がいいと思います。一方的にですね、こっからタイムカード打ったんで、もう働きません、働くんだったら残業でくださいって言うんではなくて、このように工夫してやっていきたいと思いますんで、我々も生産性を上げるために一生懸命頑張るんで、そのためにですね、ちょっと時給を上げることを考えてくださいと。本当に今回40円の給料が上がるだけでもうすごいモチベーション上がるわけですよね。本当にこういうことなんですよ。給料がね、金額がもう本当にね、わずかでも上がれば本当にやる気になるんですよね。ですので、自分のやる気を高めるためにも、10円でも20円でも50円でもね、給料が上がるような交渉をするのはそんなに悪いことじゃないと思いますね。やっぱり生産効率が上がれば、結局喜ぶのは経営者さんであり、お客様でありますからね。では失礼します。